はい、どうもこんにちは。はい、今日も始まりましたカモンマテリアル5回目。はい、ということですね。マテリアルの坂部です。はい、カモイのひゅらです。よろしくお願いします。はい、ということですね。はい、ということなんですよ。はい、まだです。まだ聞いてない、ね。まだ聞いてませんね。まだ結果が、そうそうそう、ですね、ちょっとそうなんです。僕らもまだ入れてない。そういうことですね。収録の関係。はい、そういうことですね。はい、次の時ですか。次です。次に切ってるのか、分かるというそのままなのか、はいはい、あの皆さんのコメントにかかってると言っても、もうこの時点ではもうコメント終わってるんで。はいはい。はい、はい、すみません、ね。来週まで待ってください。はい。はい、ということでございます。はい、そしてですね、はい、見ました。何ですか。見ました。何ですか。先週紹介してたでしょ。あ、映画ですか。うん、今夜のロマンス劇場で見ました。ああ。いや、お坂部さん言ってたかってよく分かった。でしょ。あのラストで弱っ、うん、あーっていう二回あんねん。二回来んねん。はいはい、はい。一回ね、おおっていうところで、はい、でもう一回ラストの方で来るんすよね。うん。いやー。まあ、小ネタもね散りばめられて、うん、すごいいい感じなんで。とりあえずね、あの出てる人たちがみんないい人たちなんですよ、はいはいはい、基本がね、はい、であのなんていうんかな、昭和の古い時代の古き良きその映画人っていう、そうですね、そうですね、ね、その辺は、うん、まあね、言うと僕らよりもっともっと古いから、ね、そう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 、あの時代というか、そうです、ね、時代背景がね、もう全然、うん、僕ら今デジタルで撮ってますけど、うん、まあ、当時はやっぱりフィルムですし、はいはいはい、当然その映画館だってフィルムで回してたんで、そうですね、ね、それがあのずっと描かれてるっていう状態で、はい、いやーなんかその、まあ、ノスタルジックな絵作りがすごいされてて、はいはい、すごい良かったっていうのも、まあ、もちろんあるんですけど、うん、いや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 、まあ、確かにあのラストで持ってかれるなるほどなって思いながら、最初はねでもね、うん、いやーどうなんって思いながら見てるんですよ、見てるんですよ、でラストにあ、うん、なるほどっていう、あのバッチリ、泣きました、はいはい、いやいや、あの、ね、あ、ぜひですね、皆さんも見ていただいたらいいんじゃないかなと、ね、はい、あれは一回見るべきな作品かなと思います、うんうんうん、最初のところでね、モノローグっていうか、はい、で語られてる中でね、そのたくさん映画が作られてるんだけど、うん、誰かを喜ばすために作られた映画なんだけど、いつかこう忘れ去られていくみたいなところがあるじゃないですか、その時だけみたいな、そう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 、みんな喜んでくれたりとかしてんねんけど、まあ結果こう忘れ去られていく映画たちみたいな、はいはいはい、もうあの辺がもうある意味グッときましたけどね、それはそうですね、もうほんま年間ほんまに何千本って作られて、それがその時だけ見てっていう感じ で実際その例えば変な話ですけど、その自主制作まで含めたらね、うん、もう星の数ほど映画ってあるんですよ、うん、うん、で多分今こうやって僕らが喋ってる間も作って、うん、作られてたりとかする映画とかが多分あるんですけど、まあ、それがねこうどん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 埋もれていくというか、そう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 、はい、だからもうそうね、もう作られてる映画の何パー見てんねんっていう感じですもんね、ほんまにそうです、ほんまにほんまに、皆さんが見てる映画なんていうのは本当にね、映画として作られたうちのもう一握りしか見てないっていう感じ他にもいっぱいいい映画があって、そうそうそう、でそれももう見ずにっていうの知らずにこうね消えていくというか、ね、もう本当にね、いろんな事情があってせっかく作ったのに、うん、公開されないまま消えていく作品とかってすごくたくさんありますからね、はいはい、まあ大人の事情のやつもあれば大人の事情のやつもあれば大人の事情のやつもあるで、作るとこまで作ったのにね、そうですね、まあまあそういうのも いつかそのうちどっかで発掘されたりとかして、あのロマンス劇場でかかってるのかもしれないですけどね。まあメジャーね、メジャー映画はね、やっぱりそのやっぱりメジャーな映画、あの映画館でかかるんですけど、うん、まあ、実施映画はねやっぱり目に触れることがあまりないと、ね、そうですよね、一般の方っていうね、そう、まあ、映画祭とか行けば見れますけど、うんうんうん、でその映画祭でもその入賞したやつは見れるけど、 そこに至らなかったっていうかね、ギリギリで落ちたやつとかやっぱりいい作品むちゃくちゃあるんで、ね、ありますよね、ありますよね、まあ、そういうのがやっぱりうちでかけていけたらなっていうのはやっぱ思ってますね。いや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 、だからなんかそういう、うん、そのなんか例えばですよ、例えばですけど、何々映画祭の入賞しなかった作品をここでかけましょうみたいなのがあっても面白いのは面白いかもしれないですけど、そうなんですよ、まあ、入賞しなかったというか映画さんによってね、入賞するとこと入賞しないときとあるんで、うん、同じ作品でもね、そうですそうです、うん、あるんですけど、やっぱりそのギリギリでね、もうほんまにいい、うん、もうこれを選ぶかこれを選ぶかっていうところで落ちた作品って結構あるんですよ、はいはいはい、その辺の監督にね、連絡取って、まあ、かけさせてもらえたらいいのかなって思いますし、いやいやいや、ぜひぜひそういうのこそなんか
目に触れてほしいというか。そうですね、うん、そうなんです、たくさん見てほしいんです、うん、まあ、だからこそ、まあ、実は今日のテーマでもあるんですけどね、あのマテリアルっていう場所だからこそ、うん、そういう映画を掘り起こしていくというか。そうですね、まあ、自主映画をかけるために作った店ですからね、うん、そうですよね、はそうですよね、はい、はい、まあ、なので、まあ、今後ねそういう映画がここだったら見れるということを、まあ、ちょっとね、そうですね、あの、かけれますので、全然言っていただければ全然かけさせていただきますので、あの、はい、ぜひ、まあ、僕も年内にはカム映画祭りやりたいと思ってますから、はい、僕も、使わせてもらってるんですけど、自分の作品かけたいなと思ってらっしゃる方でどっか場所探してらっしゃるとかだったら、まあ、一報をいただいた方が、ね、そうですね、いろんな条件ありますし、はい、はい、あの、まあ、うちがかける時の条件と監督サイドが借りてくれてかける分に関しては全然問題ないと思いますし、空いてれば、はい、借りていただけますので。案外ね、少人数なんだけど、うん、ちゃんとやればペイもするし、やり方次第では、まあ、この箱って本当に使い勝手がいいというか、うん、使いやすい箱だと思うので、はい、はい、一回まあ聞いてみていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ちょうどそこで触れてるんで、はい、今日のメインテーマ、はい、ということなんですけど、はい、カモンマテリアルとかね、はい、マテリアル谷町とか言ってるんですけど、うん、なんでマテリアルやねんと。あ、マテリアルの名前の由来。そう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 、なんでマテリアルなんていうのは多分この見てる方には伝わってないんで、まだ、うん、だからその辺をちょっと坂部さんの方から言ってみてほしいなと思うんですけど、まあ、マテリアル自体が、まあ、僕がいろいろなんかやりたいなって思ってた時期に、まあ、作ったあのチームなんですけど、チームマテリアル、ね、そうですね、まあ、名前をそのつけた由来っていうのが、はい、まあ、いろんな方とまあ知り合いになって、まあ、僕だけだったら単体じゃないですか、うん、でも例えば日浦さんとやりましょう、うん、まあ、誰々とやりましょうって言ったら、やっぱそれぞれの個性があるんで、いろんな個性が集まっていろんなことしたいなっていうので、うんうん、マテリアルってまあ直訳で素材っていうあの直訳になるんですけど、いろんな素材がこう集まった時に化学反応を起こして何かしらのこう作品が出来上がっていくっていうのをができればいいかなって思ってこうつけた名前というかね、が由来なんですけどね。なるほどなるほどなるほど、うん、そうですよね。だから人と人がこう交わることによって、そうですね、なんか自分が思ってた以上のことができたりすることってありますもんね。そうです、そうです、はい、まあ、例えば僕なんかでも作品作ってても、うん、役者さんとどう出会えるかってすごく大きいんだよね。あの、どんなにいい本書いても、はい、別に役者さんのせいにするとかじゃなくてね、うん、いい役者さんと出会うと自分が思ってる以上の部分を引き出してくれる役者さんとかもいらっしゃるんで、うん、はいはい、そういう出会いがあるとやっぱ全然違うんですけど、うん、でもやっぱ残念ながら一人では絶対作れないんで、うん、映画のことだけで言っても照明さんがいて、うん、カメラマンがいて、で音響さんがいて、はい、で役者さんがいてっていう、うん、そういう役割分担の中で作ってるもんですからね、うん、舞台でもそうじゃないですか、はい、絶対一人では作れないわけですから、うん、まあ一人芝居ですら一人では無理ですもんね、うん、そうですね、うん、もぎりする人おれへんかったら絶対できへんわけで、はい、だからまあそういうのを考えるの、まあ、確かにそのマテリアルっていう発想というか考え方って、うん、僕もあの共鳴するところがあるというか、うん、なるほどなと思ったんですよね、うん、なんかでも例えばその、今までの経験の中で、はい、あ、これぞマテリアルみたいなことって何かあったんですかね、経験の中でですか、うん、例えば今までほら、うん、あのお芝居というか舞台もいくつか、はい、あのマテリアルの名前でやった時もあるし、うん、まあ、新しいあの演劇図らずって今やってる、はいはい、あのチームの名前でされた分もありますし、まあ、いろいろやられてるじゃないですか、はい、でその中で例えばまさにこの素材が化学反応を起こしたよね、うん、みたいな、なんかそうです、まあ大体いつもそうですけどね、僕、まあ、台本ももちろん書いてるんですけど、で、まあ、それぞれの役者がやってくれるじゃないですか、ほんならやっぱ僕あんま指示したくないんですよね。なるほどなるほど、まあ、もちろんそのあかんかったらその例えばもう、技術的にちょっと、はい、あれ、まあ、とこは言いますけど、うん、そのまあキャラとか個性に関しては勝手にやってくれた方がおもろいというか、あ、そんな風に来たかってなるほどなるほどなるほど、だからそれは言わずに、なるほどね、うん、そこの対相手があそんな風に答えんのかみたいなのが、はいはいはい、見てんのが面白いし、だからやっぱり芝居って生き物で、うん、その生き物というか生物というか、はいはい、あのどう受け答えするかっていうのがやっぱり見てる側としては一番面白いというか、うん、そういう部分ですよね。あとはね、その、まあ、大体決まってるじゃないですか、大体まあそんな動きになるやろなってやっぱ思うんですけど、うんうん、やっぱりね一番思うのがね、ハプニングがあった時です。
おお、なるほど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 、ハプニングね、思わぬハプニング出間違いみたいなとか出間違いとか、まあ、例えば誰かセリフ忘れちゃったとか飛んだとか時、はいはい、その時に相手がどう動くかとか、はいはいはい、まさにマテリアですね、はい、化学反応が確かに確かにもうその、まあ、ミスった、例えばセリフ忘れたとか、はい、その辺はちょっとあんままずいんですけど、うん、まあ本当はね、例えば、うん、カラーズで言うと、うん、12月に今あの去年一昨年かな、はいはい、やった時に、うん、あのザザでやった時、はいはい、ありましたあります、はい、このテーブルの足が抜けて倒れたんですよありましたありました、で僕その時客席にこう見てて、はいはいはい、なんかドーンって音がして、え何と思って、何やろうと見えなかったんですずっとほなそこに僕の先輩の古川さんが出てくれて、なんかもぞもぞしながらで何が起きたんやと思ったら一生懸命テーブルの足を回してほらネジがちょっと短くて全然つかなかったきつえ、それどうしたんですか、結局持って帰ったらしい、3本で立てたみたいな、ああなるほどなるほどなるほど、ほんで言われて後ろ持って帰って裏方の人がネジ出してもらってそれ持って手つけたなるほどなるほどなるほど、よかったよかった、その時がもうセリフがなかったら対相手の人はその時新谷が、ああはいはいはい、セリフが遅かったら、ね、あなた早く言いなさいよみたいななるほどなるほど、セリフが出てくるみたいな、なるほどなるほど、なんかどん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 こうセリフが勝手に出てくるみたいなのが、あれだってまあセリフ劇的なところありましたよね、ポ、うん、ンポンポンポン出てこないとリズムの問題、早く言いなさいよさっき言ったでしょこれ売れ方で分かってる人間面白くてしょうがないですいやもうすっげー焦ってたみたいですよ、裏におったり、なるほどなるほど、どうしようどうしようって言ってそう僕もそれその芝居の時にあの入ってたんですけど、僕あの、うん、チケットブースの中おったから、うん、芝居直接見てなかったその芝居は見てなかったからよく分からなかった、そういうことがあったんですね、そうなんですよ、ちょっとびっくりしましたよ、本当にドーンっていう音がしてえ何が起きたと思って、なるほどそんなこと起こるんだ、まあ、そういうこと、まああんまりあったらダメなんです、まあ、本来はね本来はね、はい、だからそういう時に何も考えずに出てくるっていうのはやっぱ面白い、そのなるほどね、反応はやっぱすごい面白いですね、いや確かにそうですよね、はい、そう実力ってそういうところ出ますからね、うん、どうしてもそこでね止まっちゃうともう完全にダメじゃないですか、確かに確かに絶対止まらないんですよね、うん、役者は、うんうんうん、あの世界観の中で生きてる、うん、役として生きてないといけないですからね、そうですそうです、まあ、それが、まあ、それがその舞台とか芝居の面白いところというか、そうですね、まあ、はい、セリフ忘れて変える人もおったらしいですけど聞いた僕の先輩でねバーッと来て、うん、忘れたって何も言わずに戻ったらしいですけど残された方どうしたんやみたいないや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 、そんなんもね面白いですね、でそれが残された方のリアクションがどうカバーしてるかとか、うん、 そうですね、そういうところがね意外とね、うん、僕も一回あるんですよ、うん、役者出てる時に、うん、出てこなかったんですよ、おうおうおう、なんかこう2人でやって、はいはいはい、次出てくるやろなって思った時に出てこなかった、意外とね余裕なんですよ、へこのまま出てけへんかったら、うん、なんか喋ろうって思うんですよ、でどんどんこう喋ってるんですよ2人で、はい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 、で出てきたらそのまま戻すだけなんで、はいはいはい、ずっと出てこなくても喋れるなっていうのがあるんですよ、おすげえな、まあ、進まなあかんのでね、もちろんね、どういうふうに進んでいくかっていうのを喋れながらこう考えるというか、お意外とね意外と出るんですよね、へえ舞台の場合はもう多分つながってるからでしょうね、はいはいはい、こう流れが、はいはい、うん、流れもつながってるし、うん、映画でもそうだし舞台でもそうなんですけど、はい、やっぱあの何見せてるかっていうと世界観を見せてるというか、はいはいはい、その芝居のその背景っていうのがどこにあって、うん、その背景の中で生きてる人たちが目の前に出てきてるっていうところをどこまで見せるかっていうのが多分まあ映画にしろ、うん、舞台にしろっていうところあると思うんですよね、はい、で映画はカットかけれるじゃないですか、はいはいはい、だからセリフ出てけへんかったらはいカットもう一回撮り直しっていう話なんですけど、はいはい、舞台はそうはいかないですもんね、そうそうそう、これ生もんですか、逆に面白いというか、逆にあれですよほんまにカットされて何回も失敗する方が、うん、だんだんできなくなるほどなるほど、やばいやばいになっちゃうんですね、うん、それはありますね、はい、あ、うん、だからやっぱりその舞台で芝居慣れてる人と、うん、そのまあいわゆる映像で
やってる人、はい、中心にやってる人ってやっぱその辺違うのは違いますよね、うん、そうですね、それは違いますよね、うんうん、はいスタート言われへんかったら動かへんみたいなところもあったりとかしますもんね、うんうんまあ、僕も今まで何回かその撮らせてもらった中で、うん、あこの人やっぱ役者さんやなと思ったりとかするのは、うん、用意って言った瞬間からもう動いてるのは役者なんですよね。もうそうですね、うん、先に動きますね、うん、だからもうだってもう用意の前にすでにもうあのもうアイドリング終わってるじゃないですか。もう自分の中で世界作ってるじゃないですか、はい、もうこの役この役これ次何やるっていうのがあるから、はいはい、で用意でちゃんと動ける人、はい、でも用意でこれでないと動けない人がいるんですか。それちょっと辛い。そうそうなんですよ、まあ、そうするとあの結局開けるときは別ですけどね。結局ねここのね何秒かのノリしろみたいなのが使えないんですよ、はい、みたいなのはあるんですよね、うん、確かにね、うん、多分ね開けてくれっていうときはありますけどね。ありますけどまあまあその辺ね、うん、いろいろありますよね、うん、はい。そっか、ね、いや面白いですよね。面白いですよね、はい、そのマテリアルの素材の化学反応っていうのは、うん、やっぱその辺が面白いっていうか、うん、いいものがねできていくっていうか。だって絶対うん、その時その人同士でなければこの反応起こらないんですよ、はい、でこれが違う人がまたここへ来たら、はい、全然違う化学反応になってるんですよね、うんうん、そうですね。お坂部さん会のやつで一度劇団銀河で、上演されて、はい、で別の人が演出をして、はい、でキャストも劇団銀河の人のキャストでやった。で今度同じ本を演劇派カラーズに持ってきてやったってことあったじゃないですか、はいはいはい、まあ、あれなんかもう典型的というか全然別物というか、うん、そうですね、ね、まあ、もちろんその演出も今度は坂部さんになってるから、うん、まあ、その辺でもだいぶ変わってるっていうのはあるとは思うんですけど、はいはいはい、まあ、でもやっぱり役する人が違うと全然違う雰囲気になるというか全く、まあ、同じ役者でももう回重ねることに違いますよね、うん、やっぱり舞台は、うんうん、いやでほら主役の人が同じなのに、うん、相手変わると、うん、あ全くちゃうでしょ。全く違いますよ。これがねやっぱ面白いなっていう、うん、だからそれがあれを見た時に僕はなるほどマテリアルやなってすごい思ったんですよね、うん、比べたらダメなんですよ、うん、違う、うんうん、そう別物ですから、うん、だから絶対変わるやろなっていうのもあるし、うん、この人にこの人を当てがったらどうなんだよっていうことも毎回思うんですよね。この人と芝居したらどうなんねやろうとか、うんうんうん、これがやっぱ面白いですね、うん、まあ、監督的にもねやっぱこの人とこの人ぶつけてみたいなとか絶対ありますからね、うんうんうん、同じフレームの中に入れてみたらどうなんのかなみたいなのは絶対ありますからね、はい、まあ、またこのお店はマテリアル谷町ですけど、はい、このマテリアルっていう、まあ、まあチームにしても場所にしてもここにそのやってきたこの素材である人同士がこう、はい、化学反応を起こしてなんかここでものすごい面白いことが起こっていったら面白いなと思うんですけどね、うん、はい、はい、また7月からはイベントも始まっていくみたいなので、はい、はい、ぜひその辺期待していただければと思いますけども、ね、はい、じゃあその辺ですか。そうですね、はい、失礼します。はい、あゆさんです。あ、まだ今日も、はい、来ました。先ほど7月のイベントの話をしていたので、はい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 、マテリアル谷町で、はい、イベント7月のイベントが3つあります。3つ、はいはいはい、7月の4日土曜日ですね。4日土曜日、はい、19時からいつか見た映画の回ですね、はいはい、先ほど冒頭でおっしゃってました、はい、今夜ロマンス劇場でのお話をテーマにお酒を飲んで食べてっていう会がありますので、いやもうね、はい、本当ねもう絶対それ参加したら俺もうほんま止まらへんから、もうずっと多分かかって今度見た人同士の会話になるから。そうですね、今ちょっと見てない人おる前提やから言えないところがあって、僕言えてないところがたくさんあるので、これ言えたら最高ですよ。最高です。そうですね、はい、うん、ぜひともお越しください、はい、その翌週ですね、7月11日の土曜日ですね、はいはい、15時から22時のお時間で、はい、ジーンファイトクラブっていうイベントがございます、はい、こちらの大きい画面と、はい、大きい音でゲーム、テレビゲームを楽しんでもらうイベントとなっております。なるほど、なるほど、はいはい、もう本当にシューティングとかレース、はい、カーレースとか、うん、スポーツゲームとかもこの大画面でできますので、ぜひとも盛り上がるので来てください。はい、15時から22時の時間なのでいつでも、はい、あいつでも出入りできる、はい、そう、大丈夫です。なるほど、はい、へえ、なんか自分のやりたいゲームを持ってきてもいいんですか。あ、大丈夫です。あとプレステ2ですね。プレステ2が基本となっております。皆さんプレステ2ですよ、はい、ソフトがあったら、はい、はい、お越しください。はい、その次の翌週ですね、はい、7月17日金曜日から19日の日曜日です、はい、菱沼浩介監督の、映像特集で作品特集ですね、うん、があります、
17日の、金曜日が19時からと18日の土曜日が15時と19時で19日の日曜日が14時と18時の回となっております、はい、で監督のネットミーティングも予定しておりますので、うん、ぜひぜひお越しください。監督どこの方なんですか？東京の方ですか？東京ですね。ほうほう、はい、で東京にいて、そうですよ、こっちとつながって、はい、ズームで、はい、おそれはでも楽しみですよね。でも監督と直で話ができるって、ね、はい、なかなかその舞台挨拶でも直で話せるってなかなかないじゃないですか。そうなんですよ。ある意味そのズームとかこの時代というか、そうです ね、うん、もう来てもらうのがねやっぱ大変じゃないですか。確かに。だからなんかないかなと思って、まあ、コロナ前にやり始めて、うん、であ、いけるやんと思ったらコロナになっちゃったんじゃないですけど遠くの方とね、うん、ほんまにリモートで喋れるのがやっぱすごいなと思って。いや、すごいですよね。本当時代変わりましたよね。そうです、そうです。でももうほんまにね、ズームのアドレスさえ教えとけば、時間言って、うん、ね、そうですよね。もう繋がれるんで素晴らしい。で、向こうはまあこっちのこっちが全員見れるように、はいはいはい、でこっちは監督をここに出してなるほど、なるほど、なるほど。めっちゃいい感じじゃないですか。そうです、そうです。作品見てね、すぐにね、裏話とか聞けるんで、またまた面白いですよ、うん、いいっすね。じゃあ今度俺、うん、あのカム映画祭りでズームでやってみよう、はい、来てください、来てください近い方は来てください。いや、なんか大画面に俺の顔映ると思うとあ、それ暑苦しいからやめてるはい、また8月からもイベントたくさんまたご予約しますので、はい、ぜひお越しください。はい、じゃあ失礼します。もう帰るのね、はい、はい、どうも、はい、はい、さよなら。はい、いやいや、なんかでもあれですね、始まったと思ったらね、イベントがいろいろ入ってきて、値段1個も言ってないです。ほんまや、うん、1個も言ってない、1個も値段スケジュールだけね、はいはいはい、まああの一応多分この辺に出てるはずなんで、はい、まああのいつか見たは、はい、1000円プラスワンドリンクです。あ、はいはい、G ファイトクラブも1000円プラスワンドリンク、はい、で、あの菱沼監督のやつも1000円プラスワンドリンクなんですけど。お、そんな安いの？そうなんですよ。まあ、菱沼監督のやつは短い作品が3本あるんで、うんうんうん、3本セットで1時間40分ぐらいとプラスアルファあのネットミーティング、ネットミーティングは後半だけなんですけど、はいはい、17日は、上映後で、18日と19日は17 19時の回と18時の回の後、車はちょっとあれなんで、うんうんうん、はい、の3回あの出てくれるので、なかなかお得な感じですね、はい、じゃあ、はい、で、まあ、いつか見たの場合はちょっとだけ軽食がついてます、うん、はいはい、 G ファイトもちょっとだけケータリングがついてます、はい、で菱沼監督のやつは食べ物はついてないです。なるほど、なるほど、はいはい、了解、了解という感じで、はい、だいたい1000円プラスなんぼっていう感じですね。なるほど、はい、それでやってますので、まあ、大体1500円ぐらいでみたいな感じですよね。そうですね、ワンドリンクやったらそれぐらいみたいな感じです。追加全然飲めますので、はいはい、全然行ってくれたらいいかなと思います。で、ちょっと席の方を、うん、やっぱり混じってるので12席ぐらいになっちゃうんですよ、あの上映の方は、はいはいはい、まあ、予約していただければいいかなと思いますので。そうですね、予約しないと突然来ると入れない時があるので、まあ、ちょっと聞いていただいた方がいいかなと思います。場合によっては一人だけ立ち見とかなんかいう寂しい、あ、それあるかもしれない、寂しいことになるかもしれないので、はいはい、皆さんあの席限られてるので予約の方をぜひしていただければと思います、はい、お願いします。またあのこの辺に出てると思います、ね、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、じゃあまあ映画のイベントも復活してくるということで、そうですね、やっとですね、もうね、やっぱここは映画を見てもらう場所として作られてるんで、はい、映画がねあの上映されるとちょっと安心しますね、はい、はい、でその映画が復活するといえば、はい、やっと映画館も上映がいろいろ復活してきて、そうですね、でなんとですね、はい、今日はですね、はい、高橋さんが復活です。あ、高橋さん、高橋さん、高橋さんどうも、はい、どうも、こんにちは、はい、元気してます。はい、シェーマトゥーユーのコーナーでございますが、はい、はい、選手はランボを見た後で気分が悪くなりました。ランボラストブラックがそんだけ衝撃だったのか、ランボのせいか、はい、ランボ見て1週間寝込んだということでございます。はい、いただきたいと思います。はい、はい、今日は、はい、簡単に2本、はい、ちょっと親しくさせていただいてます、うん、篠原哲夫監督の作品を2本ご紹介しますけども、はい、篠原哲夫監督というのは、月とキャベツが96年にヒットしまして、はい、アカデミー第41回日本アカデミー賞では優秀監督賞を、野村萬斎さんの主演花戦で
受賞しました、うん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 、その時にね取られたのが受賞は3度目の殺人の是枝監督だったんで、ね、ん仕方がないかなと思いますけども、優しい作品からいろんな作品を取られますけども、一本はですね、去年公開されました、はい、影文という作品でございます。これはですね、原作が横山秀夫さんで、はいはい、半落ちとかクライマーズ、はい、出口の悩み64とかね、映像化難しい作品の原作でございますけど、この影文も原作が難しいと言われてたのをですね、見事に、映像化しております。主演は山崎正義さんで、はいはい、篠原監督とは、月とキャベツ以来24年ぶりに抱っこ切りました。24年ぶり、はい、で月とキャベツはワンモアタイムワンモアチャンスがね、はいはい、お歌の方がヒットしたと、はいはい、映画よりもね、はいはいはい、今回も影文っていう歌を CD も歌っております。歌ってますけども、はいはい、まあ伸びしと言いまして、この人が寝てる間に空き巣に入って、うん、っていうのが山崎正義さん である、ところに侵入した時に、まあ、奥さんが灯油を撒いてたんですね。偶然そこに居合わせて、で結局でもその放火の犯人も山崎正義さんがされてしまう。ああなるほど、はい、そして、刑務所の犯人ですけども、出てきてから真犯人といいますかね、真相を追求していくという作品なんですけども、出てきて迎えに来るのが弟分ということで北村匠海さんが出てくる。あ、はいはい、北村匠海、はい、この北村匠海というところが一つキーワードでございます。の、はい、題名が影文でございますんでね、はいはいはい、ここからまあ真相をちょっと問いでいくところで自分の過去であったりとかいろんなことが暴かれていくんですけども、はい、最後は北村匠海ですよ。まあ今期待の新人というか、はい、北村匠海さんのですね、はい、作品を何本か見てましたら、はい、このオチは分かります。そういう見方をしてください。だから北村匠海君というと、あのあれですよね、君の膵臓を食べたい の、はいはい、あの主演の男の子、はいはい、高校生時代の男の子の役をやったりとか、はい、あの本当に今いろんなやつに、ね、出て活躍されてますよね、はい、私的には男竹内優子と言ってます。竹内優子さんの映画もですね、ヒットの要因でですね、あるキーワードがあるんですね、実は点々点ということがあります。北村匠海さんの映画もですね、実は点々点というのが多いということがあります。なるほど、なるほど、はい、で今回のこの公開前に監督にまさか点々点ちゃいますよねって言ったら結局公開してからズボしちゃったって怒られましたけども。なるほど、なるほど、でこれ DVD とか配信に出てますんで見ていただきたいと思います。はい、そしてこれ今日からですね、7月3日金曜日から全国のイオンシネマ系列で上映が始まりました、癒しの試み自分を好きになる方法という作品でございますけども、はいはい、ある女性がですね、ブラック企業が嫌になって、街をさまよっている時にセラピストのチラシをもらって、それにハマってセラピストの話を聞きに行って自分もセラピストになろうという、そして、周りの人に癒しを与えていこうというね、作品なんですけども、支援が松井愛理さんですよね、はい、あの今注目株でございますけども、はい、そこの、女優としての成長もしながらの部分も含めて作品を見ていただけたら面白いかなと思います。モデルさんでね、もともとね、スラッと背の高い感じで、はい、まあ、女性にも非常に人気のある、はい、あれなんですけど、まあ、最近ねドラマとかにもちょいちょい、はい、妹分役みたいな感じで出てきたりとかね、はい、で結局まあ自分もそのセラピストとして成長していく中で、もともと野球選手で脚光を浴びてた方がちょっと怪我の都合で、まあ、二軍落ちしたい落ちみたいなんですけども、うん、そこが、まあ、スラピストにお客さんと来ての触れ合いも なりながらっていうことでございます。はい、そんな作品でございます。これ親しくさせておりますさせていただいております。秋沢健太郎さんも出ておりますって、よろしくお願いします。はい、島田監督ね、この子あとまたお茶を作っている短編も作っておられまして、はいはい、頑張っておりますので、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、謎めいた作品と心が癒される作品でございます。はい、はい、なるほど。はい、はい、大丈夫ですかところで。はい。体調大丈夫ですか。体調はですね、はい、ランボーが悪いんです。ランボーのせいです。全部シルベスタスタローンが悪いんです。はい。あのまあちらっと言いますね、ランボーね、はい、終盤戦でね、はい、それ。ほんまに乱暴すぎることが多くて、タイトル通り乱暴なやつみたいな、まあまあ、今までもずっと乱暴でしたよ、ね、うん、だいぶ乱暴でしたよね。それはちょっと、はい、あのどうですか、
復讐というか助けに行ってんのに、はい、ちょっとあなたがやりすぎじゃないですかという、はい、乱暴ファンには持ってこいの作品でございますが、途中ちょっとソーシリーズかっていうぐらいねそんなことなんねや、痛々しいところがあって、それでちょっと神経やられちゃった、はい、多分そこから37度とかずっと30度、なるほど、熱が上がってきちゃった、あの入る時は35度で入ったんですけど、多分帰ってきた時には40度になってたんで、そこから1週間寝込んでしまいました。そんだけ衝撃的な作品でございますから、はい、3本目が出てしまいましたけど、はい、体調整えてご覧ください、ということで、エンディングでございます、はいはい、お疲れ様でしたという感じなんですけども、はい、まあ、マテリアルもね、7月から、まあ、今日ちょうど3日で、明日ですか、明日からですね、はい、明日からですね、ですね、ありますので、はい、まあ、これ見て明日行けるかどうかまずは確認していただいてという感じですよね、お店に連絡して、はい、ぜひまたこの辺出てると思うんですけども、はい、どちらでも、はい、ぜひ、連絡していただければなと思います、お願いします、はい、ということで来週は、はい、これの結果が出ていると、そうです、ね、これの結果が出ているというるのか残すのかいうことになると思いますので、はい、楽しみにしている人がいるかどうかは分かりませんがどうでもええと思っている人が 99.9% みたいな、松潤の番組みたいな感じですけど、はい、またそれも楽しみにしていただければと思います、はい、はい、それではまた次回よろしくお願いします、どうもありがとうございました。